はい、こんにちは、フルート大好きミミユです。はい、今日はね、演奏動画を撮っていきたいと思います。今日の曲目は翼をくださいを撮ってみました。はい、私の楽譜では100選のね、ヤマハさんの100選の楽譜からなんですけど、フラットが2つの楽譜になっております。はい、はい、前回ね、お話動画でたくさんね、私が憧れの名曲トップ5っていうのをねご紹介したんですけれども、聞いていただいてですね、こんな曲が僕は好きですとかですね、たくさんコメントいただいたんですよ。で、私がね知らない曲もいっぱいあって、本当にね素敵な曲をいっぱい教えていただいてですね、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。本当にね、まだまだね知らないねフルートの素敵な曲があるなと思って、はい、全部ね知らなかった曲は動画で検索してね、ゆっくり聴かせていただいておりますので、本当にありがとうございます。自分のね好きな曲がどんどん広がっていくっていうので大変嬉しかったです。ありがとうございます。はい、あとですね、曲ですね、曲に対して前回の灘草草の曲のところですね、それに対してもアドバイスをねいただいたんですね。で、歌うように吹くのって難しいですっていうお話をねさせていただいてたんですけど、歌うようにね、表現力をね音楽的に吹きたいっていうことなんですけれども、そうされたいのであれば、まずはねどういう風に吹きたいかっていうのをねちゃんと頭の中でイメージできてないと吹けないんですよっていうことでね教えていただいたんですね。私って結構ね吹くことに関しては結構せっかち普段はのんびりマイペースなんですけど、吹くってなったらねなかなかこう譜読みっていうかね楽譜を見たらすぐ吹いちゃうんですよね。吹いてなんとなく音を聞いて聞きたいなって思っちゃうので、結構すぐ吹くタイプだったんですよ。でもね、確かにね楽譜通り、まだ吹けてないんですけど、楽譜通りね吹けたとしてもなんか物足りないっていうか、自分がね納得するっていうかね、なんか求めてるようには吹けてないなって思うことが、これまでもね曲を吹いた時にね感じていて、何がダメなのかなって、もちろん技術が足りないのかなとかも思ってたんですけど、教えて くださった方がですね、最初にね今やってる歌謡曲というかね、そういった曲だったらまず歌を聴いたりとか他の方の演奏を聴いたりして、自分がどう吹きたいかっていうのをまず決めて、それに向かって練習していくっていうのが大事で、それをやらないとねやっぱり歌うように吹くっていうのはねできないんですよっていうことを教えていただいて、ああなるほどね、ちょっと順番がというかね、取り組むべき道、練習の仕方っていうのがね、そういった方がいいんだなっていうので、すごく勉強になるアドバイスをいただきました。本当にありがとうございます。いきなり結構吹いてしまうタイプだったので、ちょっとね歌を聴いたりね、どういった風に吹きたいのかっていうのをイメージを作り上げてね吹いていくっていうのをちょっと挑戦したいなと思って最近やってるんですけど、これがねまたね難しいんですよ。なんかそれだけ聞くとね、あそうするんだと思うんですけど、実際自分の中でどう吹きたいかっていうのがね、なかなかイメージするって難しいですね。もうずっとね聞く側だったから、私演奏をちょっとね音楽してきてないので聞くだけなんですよね、私がやってきたことってね。聞くのは、楽しいんで素直に聞いて喜んでるんですけど、何が自分の心を、どういった演奏が、自分の心を揺さぶるのかとか、こう難しいですよね。こう実際のこの、流れがどういった感じを自分が求めてるのかっていうのを、楽譜にね書いたりすることが必要なんですけど、それがねやってきてないから結構難しいです。なので基本的にはね、歌ってらっしゃる、上手な歌ってらっしゃる方、自分がいいなと思った歌い方をされてる方のを聞いて、まずはそれを
表現できるように吹いてみるとかですね、まあ、フルートで上手に吹かれてる、まあ、自分がいいなと思った自分の、まあ、感性に合うっていうかね、自分が求めてるような、まあ、自分が感動するっていうことはそういった感じが好きなので、その方の演奏をまあ真似するっていうところからなのかなっていうふうには思いました。はい、でもちょっとずつね、まあ、そういったことにも慣れて、やっぱりそういったのが必要っていうことなのでね、しっかり、まあ、イメージを作るっていう勉強もね、していきたいなと思いました。本当にね、ありがとうございます。大事なことをね、丁寧に教えていただいて本当にありがたかったです。ということで、すいません、演奏動画なんですけど、まあ、そういったことをね、まあ、今回の翼をくださいね、もうちょっとイメージ作りは正直ちょっと結構難しかったんですよ。まあ、こう結構伸びやかにね、歌ってらっしゃる方が多かったというかね、素敵だったので、まあ、そういう最後ね、パッセージの終わりのところを響かせるっていうのを気をつけたりとか、あとちょっと優しく終わるっていうところで、多分まだね上手に表現できてないと思うんですけど、まあ、ちょっと気をつけながら、あとフレーズフレーズパッセージパッセージの間を上手につなげて曲の雰囲気をね壊さないようにしていく。結構でもねそれも難しかったんですよね。まあ、とりあえずちょっと聞いていただいて、聞いていただいて、で聞き終わった後にちょっとね、難しかったところをもう一度お話しできればと思います。すいません、先にちょっといろいろお話ししてしまったんですけど、よかったら聞いてください。今フルート歴が1年3ヶ月ですね、吹いてきた私の演奏になります。お願いします。どうぞ。お聞きいただいて本当にありがとうございました。まだまだね拙い演奏で聞き苦しかったとは思いますけれども、いかがだったでしょうか。なかなかねイメージを作ってね、その通りに
音で表現するっていうのは難しいなと思ったんですけど、まあ、ちょっとずつねそれを、まあ、目指してというかね、ちょっとずつそれを意識してね練習していくことっていうのがね大事なんだと思うので、まあ、いきなりね上手にはできないんですけど、これから曲を吹くときはねまずイメージを作るっていうのと、あと他の上手な方の演奏を聞いたり歌を聞いたりして自分がどう吹きたいかっていうのをね考えながらね練習していくっていうのをやっていきたいと思います。あとね録音ね、録音はねぜひした方がいいですっていうのは強く言われたんですね。なので、うん、皆さんもねやっぱ録音って、まあ、自分の音ってなかなかねなかなか理想の音に、ね、遠かったりしてなんか録音するの嫌だって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱりね自分が吹いて聞いてる音と実際出てる音っていうのを客観的に聞く音っていうのはやっぱ全然違ったりするし、自分にこう滑らかに吹いてるつもりなのに結構ね途切れ途切れで実際は吹いていたりするっていうのがね、やっぱり録音しないと実際聞いてみないとわからないっていうことは本当にあって、私も、うん、動画撮影の時はね結構録音してるんですけど、まあ、練習の時はあまりね録音せずに練習していたので、まあ、基本的には全部録音して、うん、で聞き返しながら、うん、こう自分が実際どう吹いてるのかっていうのを確認しながら練習するっていうのがね有効なようなので、ぜひそうしていきたいと思っております。はい、翼をくださいね。ブレスの位置ね大体決めてちょっとね頑張って吹いてはみました。はい、ただまあ中盤のねちょっと早くなるところ、盛り上がりのところをねこう、うん、どう吹くかっていうの結構難しくって、でちょっとなんかあたふたちょっと焦ってるような感じの結局ね仕上がりになってしまってますね。まだ仕上げてはないんですけど、実際そこちょっともうちょっとねゆったり、まあ、早いんですけどちょっと焦って聞こえないようにね本当は吹きたかったですけど、ちょっとやっぱりねちょっと焦ってるんでしょうね。はい、というところですね。まだちょっとね完成ではないです。正直やっぱりねはい、まだ練習中っていう状態ですね。はい、なのでまたねこの翼をくださいも練習を重ねてもっともっとね全体的に一つの曲としてね仕上げれるようには頑張っていきたいと思っておりますので、またね上手に吹けるように、まあ今よりねちょっと上手になったなっていう時には改めて曲演奏動画ね撮りたいと思っておりますので、その時はまた聴いていただければと思います。今のね、イメージ作りを始めたっていうところ初めてアドバイスいただいて、ちょっとやり始めましたっていうところでの演奏動画になります。まあ、ここからね頑張ってその辺が上手にできるようになってね皆さんに聴いていただいていい演奏ですねって言ってもらえるように、はい、頑張っていきたいと思っておりますので、今後も応援よろしくお願いします。はい、皆さんもねフルート頑張って練習されてると思います。一緒に頑張ってね上達していきましょう。本当にアドバイスいつもねくださってる方本当にありがとうございます。頑張って練習していきますので、はい、温かく見守っていただけるととても嬉しいです。ありがとうございます。はい、では今日は以上になります。また寒くなってますね、気をつけて過ごしてください。